い、どうも、ヤキ TV のヤキです。はい、ということで、今回は、ハウツースケートワックスの使い方っていうことでやっていきたいと思います。まずはじめに、スケートワックス何かっていうと、スケートワックスっていうのは、こういったボックスとかレールとか、グラインドとかスライドとかのカーブトリックをしやすくするもので、要はこれを使うことによって滑りやすくなるっていう、まあそういったものになります。初めて見た人からしたら、これどうやって使うねんっていうことで、まあ今回はこちらの使い方っていうことで、ハウツーやっていきたいと思います。はい、ということで、まずはじめに今回使うワックスなんですけど、忍者から出てるスケートワックスノーマルタイプになります。価格はまあ500円前後で、まあスケートワックス他のメーカーでもいろんなところで出てるんですけど、野口さん1枚握りしめてスケートショップ行ってもらえれば全然買えると思います。あと全然値段高いからいいとか安いからいいとかなくて、スケートワックス全部一緒なんで、好きなものを選んでもらえればいいかなっていうふうに思います。とりあえず今回は忍者のスケートワックスっていうことで、まあこれキャップついてるし、スティックのりみたいな感じでここ回してまあ出てきて、で逆に回したら閉まっていくっていう感じで、持ち運びめっちゃ楽で、カバンとかも汚れたりしないんで結構おすすめです。使い方なんですけど、めっちゃシンプルで、まあ、今回だとこのボックスに塗っていくわけなんですけど、ボックスの角ですね、ここが一番グラインドするときに当たる、まあ、グラインドってトラック使ってやっていくわけなんですけど、大体のボックス L 字アングルがついてあって、これコーピングっていうんですけど、コーピングにトラックがはまって、まあ、滑っていくっていうことで、一番重要なところがこのコーピングにワックスを塗るっていう。まずはじめにこの角を塗っていってもらって、でその次にこのコーピングの上の部分、で次に側面っていう感じで、これだけでめちゃくちゃ滑るようになります。次になんですけど、このボックスの上の表面の部分なんですけど、このボックスめっちゃ分かりやすいんですけど、ウィール通ってるラインがあると思うんですけど、ここも塗っていきます。このウィール通ってるラインより内側を、まあ、塗っていく感じで塗っていきます。まあ、これなんでかっていうと、まあ、別に塗らないでもいいといえばいいんですけど、50/50 のかかりちょっと甘い時とかなんですけど、ワックス塗っといたらこんな感じで滑って入っていってくれたり、まあ、K グラインドであったりスミスグラインドであったりっていうところで、ウィールをロックさせてかけるようなトリックの時、まあ、やっぱ滑っていってくれた方がいいんで、ウィールの通ってるラインより内側をこんな感じで塗っていくと、こうすることでだいぶやりやすくなってくると思います。でそれプラスでグラインドの話してたんですけど、スライドとかもここ塗っといた方が、こうやってかけた時に踏み込んだら当たるんで、滑っていってくれた方がいいっていう、このウィールの通ってるラインより内側を塗っていく感じでやれば、まあ、だいぶスライドのトリックとか K グラインドとかスミスとか、まあ、斜めがき系のグラインドのトリックとかやりやすくなってくると思います。次なんですけど、さっき言ってたスライド系のトリックで、ノーズスライドとかテールスライドとかなんですけど、まあ、こうやってかけるわけなんですけど、結構ノーズスライドとかテールスライドかけ方人それぞれあるんで、まあ、がっつりこうやって90度でかけていく人やったらあんまり関係ないかもしれないんですけど、僕はどっちかって言ったら、まっすぐ OB して、まあ、こうやって軽めにかけてねじ込むっていう、まあ、こっちのスタイルのノーズスライドのかけ方で、テールスライドもこうやって斜めからしっかりと押し込むタイプなんですけど、この手のかけ方する場合なんですけど、コーピングのちょっと下のこの側面の部分なんですけど、ウィールが当たるんですよね。だから、まあ、ここにワックスを塗ってやることで、ウィールが当たっても滑っていってくれるっていう、逆に塗ってなかったらこのまま詰まって飛ばされてしまったりっていうことあるんで、このコーピングのちょい下のね側面、まあ、よく見るとウィールが当たってるラインとか見えるんですけど、まあ、ここも同じようにスケートワックスを塗っていくと、こうすることでねめっちゃスムーズに入っていけるんで、まあ塗っておくといいと思います。最後にボードスライドとか、まあ、今回のボックスだとちょっと幅が狭いんで、完全にデッキがはまりきってしまって、まあ、ちょっとあんまり参考にはならないかもしれないんですけど、まあ、幅のあるボックスだとかかった時にこんな感じでウィールが乗るんですよね。まあ、ここもまた同じようにウィールが通っていくラインにはまあワックスを塗っていくという感じで、これ塗っておかないとボードスライドとかリップスライドとか、まあ、かけてもね全然流れなくてどん詰まりしてしまうんで、軽くちょい当てのボードスライドとかやったら全然このまま当たることもなく滑っていけるんですけど、流すってなった時やっぱり踏み込んでいかないといけないんで、まあ、どうしてもボックスの上にウィールが乗ってしまうんで、このウィールをね滑りやすく、このウィールをロックした状態で、まあ、滑っていってもらわないといけないということで、かけた時にウィール通っていくラインは同じようにワックス塗らないといけないっていうことで、このボックスちょっと狭いんでウィール乗せるの逆に難しいんですけど、ちょっとうまいこと乗せるようにボードスライドかけてみて、どんな風になるかと見本を見せていきたいと思います。まあ百聞は一見にしかずっていうことでやっていきたいと思います。
はい、ということで最後にハウツースケートワックスの使い方、まあ大きく3つのポイントなんですけど、コーピングの角、表面、側面、まあコーピング全体ですね、これが1つで、2つ目にウィールの通るラインの内側プラス、まあ、ウィールの通るライン、3つ目にボックスの側面のウィールの通るライン、この3つをポイントに塗ってやることでスケートワックスマスターになれます。まあ、ほんまにスケートワックスって重要で、カーブトリックやる上で、まあ、滑るようにする状態を作ってあげるっていうのはほんまに重要なことで、滑らないボックス、滑らないレールでトリックかけてもメイクすることはまあ難しいし、一番最悪なパターンっていうのがトリックの仕方は合ってるのにボックスとかレールとかの滑りが悪くてメイクできへんくて、トリックのやり方は合ってんやけどやり方ちゃうんかなみたいな風に思ってくると思うんですよね、できなかったら。まあ、ワックスっていうのは結構重要で、さっきあったボードスライドとかグラインドで言えば、まあ50-50とかカーブトリックにトライしていくと思うんですけど、まあ、滑っていかないともちろんメイクできないんで、ちゃんとかかってんのに詰まってメイクできへんっていう、まあ、最初のかける練習とかの時はワックス塗らない方がいいかもしれないんですけど、メイクするぞってなった時は滑りやすい状態を作ってあげることが一番重要なんで、ボックスとかレールにスケートワックスを塗ってあげるようにしてあげてください。ただ一つだけワックスにおいての注意点があるんですけど、スケートパークとかだとやっぱみんなでね共有してセクション使うっていうことで、いろんなレベルの人、初心者の人からプロの人とか、まあいろんな人が一緒にセクションっていうのは使うんですけど、そういったところでちょっとワックス塗りすぎてしまったりとかするとめっちゃ滑るようになるんで、ほんまに初心者の方とかだと滑りすぎてしまって、まあ、まくられてしまったり事故につながるっていうことがあるんで、まあそういったところでスケートパークでワックス使うときは、まあボックスとかレールに直接塗る場合は周りの人に声かけるとか、まあデッキとかトラックに直接ワックスを塗ってあげる、そういった感じでワックス使ってあげてください。まあこれは一つスケートパークでのマナーっていうことで、なんならボックスとかレールに直接スケートワックスを塗ることを禁止してるパークっていうのもあって、ちゃんとスタッフがついてあって、まあ、管理してあるようなパークっていうところは基本スタッフの人しか、まあ、塗られへんのかな、まあ、そういった感じで禁止されてるところもあるんで、一つスケートパークでワックス使うときは注意点っていうことで覚えておいてください。パークに置いてあるレールとかボックスとかレッジって基本コンディションいい状態保たれてるんで、僕の場合は基本デッキとかトラックにワックス塗って終了っていう感じでやってます。はい、ということで今回はハウツースケートワックスの使い方っていうことでやらさせていただきました。それでは滑っていきたいと思います。